ベトナム住みます芸人ダブリッシュです。さあ、なんと今日はホーチミン最新不動産情報じゃないんです。ここはビンズンに来ております。皆さん、ビンズンご存知ですか？ホーチミン市から車で1時間半ぐらいのところにある、まあ日本の工業団地があるような場所なんですけれども、そちらの物件を今日は紹介してもらえるということで、ビンズン省、今東急さんがですね、もう開発にすごい力入れてて、マンションも建ちますし、商業施設も建ちますし、もうこれからの場所ですよ。これからの場所に今から行きますよ。マンション新しい、こちらご覧ください。緑パークザ・ビューです。どうぞ。開発中の場所なんですよ。で、なのにもうスキヤはできてますし、ハイランズも、ファミマもありまして、その奥はの緑パークというものがございまして、あちらが一軒家の家で、でその1階とかを、まあ、テナントとして貸し出したりでもできるんですけれども、そちらは今800万ドン4万円以下で借りれたりもするんで、まあ、バーだったりなんかお店だったりをオープンしたい方は借りれるんですよ。めちゃくちゃ安い。それでは緑パークザビュー見に行ってみましょう。めっちゃ綺麗や。やっぱ出来たてっていうのもあってめっちゃ綺麗。靴箱も広い。一人で使い切るこれ。だってここスタジオタイプだけん、まあ基本一人で住む感じでしょ。広い。こうキッチンとさ、ベッドルームっていうか、ベッドのスペースがちょっと離れてるけん、だいぶこう違う空間を感じる、ね、電子レンジもついてますよ。もう元からついてます。はい、収納もたくさん。あ、これはこうか。細いこれもどうぞ。そして水切りもついてますよこちらも用意してます。まあ、けどね、ワンルームで、うん、その2つシンクあるって、うん、結構珍しい。そうね、ありがたい。確かに二口で二つシンクあって、でこう上にもありますし、キッチン十分、キッチン合格。もうほんと杉本さんがいないのが悔やまれる。これね、マジでリピーター続出よ。これ見たい。いや、一人もいない。ほんと住みます芸人の、インドネシア住みます芸人の元気が言ってた。あれ見たいって、これを見たい。いや、あいつ変なやつやな。測ってみるか。じゃあ、ほい、これ分かりやすいんじゃない。これの表現は、俺がそれだけ座れますよっていう。おしゃれ。このブラックの木目、これはおしゃれ。これは彼女とかできてここに連れてきても、何の恥ずかしさもなくベッドルームに誘えるよ。失礼します。ちょっと、あ、キングはないか、これ。いや、お前それで測ったとってわからんやろ。俺それがな、3メーターあるからいや、だとしたらキングやろ。え、150センチ。うん、いや、もっとないやろ。120いや、めっちゃちっちゃくなってる120センチぐらいやろ。だってお前の身長は125で、今頭が出てるから。今むすな、これを。161なんで150ぐらいの横幅。一人で寝るにはもう十分の広さ。いや、もちろんもちろん、うん、これは
えけど彼女いざなうみたいな話いざなっても十分よ。これ枕2つあってさ、彼女とチュッチュやって もう十分。もうテレビもここあります、テレビもちゃんと。さあそしてこちらトイレ&シャワールームでございます。杉本さん何もできんやん。もう杉本さんがいないと大の字さんの大の字ジャンプできるんじゃないこれ。うたー、いやできてなかった手が綺麗に痛いかった。手がなんか伸びてないじゃん。痛い伸びてないよ。伸びてなかった。手が伸びてないでもまあこれはね一人で利用するタイプですからね。いやいつもそれを俺が言ってるんだけど、ほら痛い、伸びてないな。広いね、なんかこのスペースが。だここに洗濯機あるじゃん。新品でございますよ。綺麗。そしてここベランダプラス、まあ、洗濯物干したりできる。なるほどね。このワンルームタイプでもさ、ホーチミンとかって俺もうちょっと狭いと思うよね。なんかあいやそれをねやっぱこれだけ広大な土地に作ってるからこそワンルームでも贅沢に使えるっていう、ね、静かだしね、うんうん、そこがかなりの利点かな、うん、ビンズ今激アツです。ジャストミートで、さっきの合格ですが1個しかなかったけど激アツですはもっと上だから。え、合格より、そう合格より上だから。けどパチンコでいうとこの激アツはまだ当たり確定じゃないよ。いやもう激アツが、まあ、だってさらに上あるけど、それはまだ出してないから。いや、合格で当たってるやん、合格って言ったら。合格、激アツ、さらに上ある。なんか変なシステムやな、いやそれ。さらに上ある。じゃあ次、いいところ出るように。そうそう。なんと、今日ちょっと別の部屋、もっと、そうね。広い部屋ちょっと見ましょう。ツーベッドルーム。だってこういったテーブルでご飯食べれますか。家族4人で食べれますね。エアコン3機あります。もう毎度おなじみになっておりますが、計らせていただきますわ。じゃあいきます。デュン。いやそっちじゃ分からんのよ。え、だってソファってそういうもんやん。それで感じるもんやんと思う。どういうことよ、ソファ。普通ソファってこうやってこうなんかテレビとか見るもんや。いやそうだよ。これを感じてほしかったけどな、分からんかった。いやサイズを測るみたいなこと言ってたから。サイズじゃん、これか。これいけるよマジで。ほらほら、これが分かるでしょ。何よ広いっていうのが。いや分からんの。なんで。じゃあまたあれか。はい、広い。こちらベランダでございます。見てすごいプールもあるじゃん。ここ眺めも綺麗やね。ほらあの奥側にもさ、東急さんが建てたマンションがあってさ、その手前のがさらにこう新しく今できてきてる。だからもうできてる途中なんですよ今。続きましてこちらキッチン。キッチンもやっぱ2ベッドだとさめちゃくちゃ広い。二口コンロあって、で、こっち。この二つあったってことは激アツでしょ。絶対あるし。激アツ激アツ出たよ。キッチンにコンロとシンクないって絶対にないやろ。激アツ出たよこれ二つでさ。俺やっぱまあここのスペースが広いのもあるけど、ここのちょっとね空間があるんですよ。隙間というか、ここがねやっぱここに隠せるんじゃない、ものをね見えないように。ほらお客さんとかが来た、まあお客さんにね、ね見れないようなスペースになってるっていう、これがね激アツポイントです。激アツポイント入ったよ。激アツポイント、激アツポイント3ポイントでもうさらに上のやつ出るから。じゃあもうあと1個じゃん。そう、あと1個出たらもう。そこ何なんだと思います。
洗濯機置き場です。洗濯機ございます。ちょっと見えてた。え、ちょっと見えてた、バレてた。洗濯機ございます。ここで洗濯物を、まあ、取って、まあ、外に干し、あ、さっきのベランダのか、ベランダのところに干しに行けるという、こちらの、スモールベッドルーム。まあスモールベッドルームね、広いね。これは行きまして、マスターベッドルーム行ってみましょう。うわ、扉も木だったけどさ、うん、この床も木じゃん。でこういう木の家具で揃えてある。やっぱ日本人は嬉しいよね、この家具が木っていうのは。激アツです。入った、激アツ入りました。もう一番高いやつでしょ、うん、最高。え、本家より圧倒的に最高さが下がってるけど。最高低く最高でしょ。最高さ低く最高が出たよ。最高なかなか出さんからね俺。最高は出さんよ。収納もありましたよ、この広さで。最高。いや、めっちゃ出るやん。ねえ、ありますよ。最高。めっちゃ出るやん。もう出さんでくれ。これがキングかな。だね。ちょっと測ってみようか。いや大丈夫。え？そのもう測り疲れしてる。測らんでいい？うん。最高。いや何がよ。何がよ。何がよ。測らんでいいって言われたから最高。こうマスターベッドルームにもさ窓があってこう光入ってくるからやっぱ明るいよね。うん、いいですわ。激アツです。マスターベッドルームの、トイレとシャワー。あ、やっぱこっちの方がさっきのところより広いね。マスターベッドルームの方がやっぱりシャワールームも広いです。これはマジで広い。これはどう？あー広いね。ほら、これはちょっとやらせてもらいます。大の字さん、はい、すいません、お借りさせていただきます。うぅぅぅったー。ほうできた。でしょ？でしょってな、変な受け答えが。ありがとうございます。あのコーナーに行きますか。家賃を当てたらタダで借りれるのコーナー。イエーイ。今回もうまです。マジかい。だってよく考えてよ、杉本さんもいないし。マジか。はい、だから詳しい家賃を知りたい方はぜひエナーセットさんに問い合わせてくださいということでございます。こちらに広っ。実はね、ここもう一つの2ベッドルームの形広いじゃん。キッチンも L 字型、さっきと違ってね。すごい開放感ある。すごい広い。おまま、待って、いやいやいや、できたよ。はい、できたよ。あ、いいですね。すごいいいじゃん。そしてこのね、この木の木目調の家具が揃ってるから、木の妖精さんが作ったお家なのかな。そういうお家としてやらせてもらってます。緑パークザ・ビューリー紹介しましたけども、こちら以外にもいろんな物件をエヌアセットさんお持ちですので、そちら興味がある方はぜひ下の問い合わせ先にご連絡ください。よろしくお願いします。以上 WBC の最新不動産情報でした。さよならー。